憲法改正についてというテーマも JC の皆様方にとっては馴染みの深い分野だというふうに思います。毎年の回答あるいは日本 JC から各論文においてもこの憲法問題を考えるということが続いているというふうにも思います。今回参議院選挙にあたってこの憲法問題というのが若干クローズアップをされました。私が申し上げます若干の意味は、果たしてこの参議院選挙においては憲法問題が争点になるかどうかということであります。私は仮に憲法問題を争点、特にこの改正ということで争点にするのであれば、衆議院を解散をして衆議院と参議院、当然のことながら同時選挙で国民の信を問うということが常道だというふうに思います。ところが、衆議院選挙はないようでありますので、この参議院選挙での憲法の争点にはならないのかなというふうにも思っております。96条改正のことが話題になりました。この日本国憲法自身が96条、つまり改正条項を持っておりますので、改正を否定するものでは全くありません。ただ3分の2、諸外国においても憲法改正というのは大変重いテーマであります。あらゆる法律の上位概念にあるのが憲法ですから、この憲法を多数決、過半数ということで変更するというよりは、やはり3分の2という高いハードルで憲法改正を議論する場合が大変多いように私は思っております。ですから、この憲法全体のどこを改正するのか、平成のになってからも19年、ここに憲法改正手続きの改正法案が出ました。手続きの法案です。どうやって手続きをしていくのか。そして23年からは憲法審議会が動き出しています。各党の代表者によるところのこの憲法審議会で憲法の問題を議論していく、これが今の国会には必要なことだというふうに思います。そして国民的な議論、国民的な議論が持ち上がらないと憲法改正という議論に時の政権が突き進むということはある意味では危険ではないかなというふうに思っております。皆様と共に憲法を議論する、これはとても大事なことです。やりましょう。